はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとバーベキューをしていく前に、今ワンちゃんたちとちょっとお散歩をしていきましょう。あら、れいちゃん、おっちゃん、みんな待ってます。あ、お散歩行く？アルちゃん行く？行く？お散歩行きますか？れいちゃん行く？で、行こう。行こうか、アロちゃん。お散歩行こう。ね。はい、お散歩行こう。はい、嬉しいね。アロちゃん。あ、ダメ、レイちゃん。レイちゃん、ダメ。レイちゃん。アロポン、アロ、アロポン散歩行く。はい。いいね。噛んでる。リ。誰ですか、リード噛んでるのは。ケビちゃん。ケビくん。噛まないの。ケビちゃん、ケビくん、あ、いい天気ですね。カリちゃん、カリちゃんも暑い。暑いって？今日ほんと天気いいもんね。ほんとに天気最高ですよ。最高の天気。暑い。おっちゃん、れいちゃん、あろろ、はい、いっぱいクンクンしてくださいよ。クンクンしてください。手袋してきたけど、暑い。そんだけ、枝あアロにおいで。アロちゃん、こっちおいでよ。枝刺さるよ。ガツガツいってるし、枝のところ。アイちゃん、こっちは、ケビくん、アイちゃん、天気だね、アロくん。ケビちゃん、待って、うちゃん、おいで。バーベキュー用のちょっと食材を買ってきまして、これ何ですか？これはブラックオリーブ、ブラックオリーブで。何で笑ったの？なんか発音が良くなっちゃったから。ね、これです。これが、待ってよ、まず説明させてくださいよ。これは何で使うかというと、このマッシュルームとブラックオリーブで、アヒージョにしたいなって思ってます。はい、はい。これはね。で、あとはこれはホタテです。そう、ホタテ今袋に入ってるけど3つ買いました。で、しいたけ、これもう飛び出してるね。これで売られてたの？多分それで売られてた、この状態で。このたけし誰かがツンツンしてるかもしれないのに、あいつだね、ツンツンってやってるかもしれないよ。まあしょうがない、食べれる。これは普通にシンプルに醤油で食べようかなって思ってます。へい。で、あとトントロ、おう、いわゆるピートロさんですね。そう、これもちょっと食べたくて、はいはいはい、お腹減ってるっていうのもあってすごいいっぱい買っちゃった ね。めっちゃ可愛かった。で、あとこれはアロちゃんたちのサミ一緒にね楽しめれば。で、あとこれがラムチョップ、これもアロリンたちと一緒に食べます。すごいじゃん。そう、豪華じゃない。これはね、ワンちゃんが食べても全然大丈夫なの で、うん、で、あとは缶塩、はいはいはい、いわゆる焼肉ですね。はい。と、あとこれは、黒毛和牛ミスジステーキ。素敵じゃん。怖っ。で、あと、どれだ。あ、これ、これゆうくんが大好きな、これうまいんですよ、豚軟骨です。はい、豚の軟骨、なんだね、うん、
ここの悩み事です。結構これ売られてるんですけど、いろんなスーパーでもなんか分厚いごっついまんまが多くてね、そうまずやってんのエガちゃんこれはすごい薄切りになってたので多分食べやすいと思います。ね、美味しそう。あとだからこれか、そうシシャモ、すげえ量入ってんじゃん。何これ何さこの量は、何本食うのこれ。 200g こういかなくなるよ、こうこうやってこうやってそれぐらいの量入ってますよ、はい、そう、これはもうシンプルに醤油マヨ七味で食べたいと思います、うん、あと何これ。これちょっとさ焼けたら良くないと思って、トリュフ香る5種のチーズのピザ。へえ、網焼きするときにやめて、危ない、はい。で、このトマトもすいませんアヒージョに入れます。んで、あとはゆうくんが大好きなソーセージ、オリーブ&バジル、はいはいはい、とこれは、お肉とかを巻いて食べれたらと思って買ってきました。3種で、生ハム、生ハムだ、生ハム、そう安くなってたの、278円、安くと思って、これはまあおつまみ、お腹減ってほら焼けるまでに時間かかっちゃうから、はいはいはい、あれエビ紹介したっけ、知らないかぶせたらすいません。これねエビちゃんもいます、アヒージョで、そうこれは、あ違う違う違う、あ違うの、これは普通に塩焼きで食べる。あなるほどね。とパンです、アヒージョと一緒に食べるパン、こういうやつ、こういうやつ何それ。はい、お腹減ってるんで、急いで作り仕込みたいと思います。はい、いいですか。いいですよ、手伝ってくださいね。はいちょっとダメだよ、頑張ってやんなさい、こたつに入ろうかなと。ダメです。あ、そう、はい、じゃあこれは仕込んで、でアロリンたちとバーベキューを開始したいと思います。はい、はい、じゃあということでバーベキューの方をちょっと始めていきましょう。はい、ね、お腹減った、やばい、ね、何から焼きますか。とりあえず乾杯、とりあえず乾杯しようか。はい、これさっきさ落っことしちゃってさ、え、マジで大丈夫、大丈夫みたいだね。めちゃめちゃ眩しいんだから乾杯待ってあ、これやったらいいんだ、うん、うん、はいねけん、うん、今これアヒージョにしてんの。そう、あ、いいじゃん。さっきこれもひっくり返しちゃってさ、ね、お盆の上だけど、マジかよ、うん、やばいね。あ、やばい、なんか入った、カキ、ね、とか食べよう。テタホもいいじゃん、テタホも1個開いてるけどね。はい、牡蠣、これ生牡蠣か。そう、これはね、ファンの方にプレゼントしていただいた牡蠣で、うん、ね、これはね、昆布の上に乗っけて日本酒を少しかけて、ね、で塩で食べるんだよね、うん、いいじゃん。じゃお肉焼こう。はい、え、なに、お箸もう1本持ってこないとダメだ。なんで。だって生のやつ触っちゃったから。そういうこと、うん、あ、やばい、ちょっとくっつくかも。あ、ほんとだ、いいね。アロちゃんたちにもありますからね。ね、みんなでバーベキューだもんね。めっちゃ水飲んでるけど焼けたんじゃないの。うん、はい、レモン、はい、こんなにあったかいからね、うん、そこでも全然苦じゃない。超あったかい、ジャンバーなしでいける。ポニー、ダメよ。いただきます。うん、薄い味、うん、塩入れた方がいい。どうだろう、うん、多少ね、うん、うん、美味しい。カフェ向こうだこ、そうだね、
いただきます。はい、うん、うまい、うまい、食べる、狙ってる、うん、食べる、うん、いただきます。はい食べ方汚いうん、甘いよね、甘い、うん、結局食べるのも非常に、うん、そう、今すっぺんされてるんです、もみ干し全部落っこっちゃったから普通にもう一個ちゃんと食べて、うん、美味しいね、うん、最高、パクっていかなきゃダメだな、うん、絶対そうだよ、ジョルはダメです、ダメです、うん、あ、やべ、お肉が、ああ、いいよ、うん、いい感じ、うん、火弱くしてる、少ししてないよ、なんか弱く感じる、はい、これが一応マックスです、ああ、すいませんね、アロリンが哀愁漂ってるね、うん、並んで仲いいじゃん、お二人さん、お二人さん、ぽっちゃんの目眩しいんだよ絶対仲良しかよ、あけびちゃんもいたね、仲良しね、あったかいから気持ちいいね、みんなね、あら、べーちゃん、べーちゃんもあるよ、べーちゃんのもあるからね、待っててね、はい、次はですね、こちらのお肉を乗っけていきましょう、みすじちゃんね、地味だね音が地味だな、炭火じゃないからさ、そうだね、シーッとかないよね、うん、まあ楽なんだけどね、これアヒージョ大丈夫かな、明日の翌朝に完成とかそういう感じじゃないの、なんでそんなグツグツして、火弱くない、弱くないの、これマックスなんだよ、うん、じゃあガスが少なかった、うん、ちょっと待つしかないね、うん、はい、はい、皆さん半面が焼き上がりました、いいよ、うん、おう、うまそう、油めっちゃすごい、うまそうだけど音少ねようやくねアヒージョがふつふつ言い出したぐらいだからまだまだこんなもんですよ、でもいい感じね、トリュフ塩で食べようね、うん、じゃあいただきます、はい、ステーキね、黒毛和牛、はい、うん、おいしい、うん、いい感じ、うん、これね、うん、このトリュフ塩で食べるんだよね、うん、美味しいんだよね、うんうん、で今はワンちゃんたちにあげるラムチョップを焼いてます、うん、いいね、もうキビちゃんが早く食べたいよって早く食べたいよって言ってます、ひっくり返したらこんな感じです、ラムチョップは分厚いねこれね、うん、美味しそうだね、うん、スーパーで切ってもらえる、まあでもこれはねワンちゃんたち専用だからね、そう、これ、お、結構来たねアヒージョも、いい感じ、いい感じ、うん、待って、うん、お、うん、やっちゃった、やったね必ずこぼすよな白きちゃってるし今日やばいね、おいしい、おいしい、うん、もう結構グクグクした方がいいかも、うん、まあそうだね、うん、アルちゃん待てなね、お腹空いたね、アヒージョは美味しいよ、あ、そう、パン焼いとく、うん、あちあちパン、パン、うん、食べてみて、いやいや、熱くてもそういうことじゃないですよ、あちいただきます、いい感じじゃない？あ、うん、もう今ですね、焼き牡蠣をですねちょっと作ろうかなと思ってまして、でこの焼き牡蠣のね、これ昆布の上に日本酒をかけて、うん、でその上にね牡蠣を乗っけてます、うん、これはシンプルにね、うん、塩で食べた方が美味しいと思う、ね、そうだよ ね楽しみでこのね骨はね、うん、危ないからね、そう、うん、骨は危ないから切り分けて
いいね、アロちゃんたちね。待って、なのに、待ってください。こうみんなお腹空いてるモードになっちゃってる。倒れそうで怖い。みんな早くしてくれってなってるよ。ねえ。ねえ。ちょっと待ってね、ハーリーくん。そして牡蠣も美味しそうな湯気。痛い。あーの。はい、焼き牡蠣が出来上がりました。じゃあ お塩振ってください。はい。いいね、うん、いいんじゃない、食べてみて。熱そう。いや、熱くないでしょ。わー、プリプリ。いいじゃん。おわさびがいただきます。はい、すごい熱そうだよね。うん、うまい。うん、やばい。うまっ。うまい。うん、このため。うん。じゃ、いただこうかな。うん。うん。うまいよね。なんじゃこれ。超うまいね。昆布だしが最高じゃないか。うん。ねえ。ゆうくん超好きだよね、そういう味。その食べ方やめ。うまい。めっちゃうまい、最高。ね、美味しいね。うん、美味しい。はい、皆さん、お肉タイムですよ。ちゃんたちね。うん。いいよ。いや、この座った状態だと多分カオスな状況になっちゃうから。あ、そうなの。で離れて。うん。おしゃれして。お座り。お座り。姉ちゃん、お座りは？お座り。姉ちゃんは？姉ちゃん、しょうがない。そうね。すごい美味しい。あ、美味しい。美味しいね。こちゃんはちっちゃいやつね。はい、やろり、大きいの。食べ。お前、母ちゃん、大きいの。量なんだよ、あんたたちは。早いよな、食べる。寒いね。あ、開いた。おお、すごいすごいすごい。寒いんでね、温まってますよ。なんか日がなくなってきちゃったからさね、ほんと寒い。ぽっちゃんがくしゃみした。パーニー、うん、危ない危ない危ない。エビちゃん、エビちゃん、お気づきの通りですね、今家の中にいますっていうのも寒すぎてね、うん、しかもホタテも全然風が強すぎて焼けなかったので家に避難してきました。うん、やっぱ家の中で焼いてると一瞬だったね。一瞬で焼けたね。ちょっと醤油かけますよ。うん、うまそう。あとバーダラもね。こんな感じでね。ゆうくんのことをカモソしたホタテはどっちなんだ。これだよ、これ。さっきてっきりね、死んでるもんだと思ってたホタテがね、うんうん、で、ファって持ったらパチッと挟まれて痛いと思ってこいつです。俺はこいつを耐えられますよ、責任持って。あ、美味しそう、見て、美味しそう、ほら、お、すごいね。うん、じゃ食べましょうか。はい、いただきましょう。じゃあ、いただきます。うん、熱そう。
熱い。絶対無理だ、一口で食べるなんて。うん、うん、美味しかった。料理した。では奥様、ホタテをどうぞ。うん、ちょっと待ってね、これはちょっと捌くのが大変だ。いただきます。はい。うん、うまっ。うまし、うん、うましいでしょ。うん、おいしい。おいしいよね、うん、甘くてね。甘い。うん、うん、シャキシャキしてるね。うん、バカンはでもすごい。バレーの味もねということで、ちょっと続きはね、お家の中でやっていきましょう。第2弾でございます。はい、はい、外は寒くなってきてしまったんで、うん、はい、ちょっとお肉の方、エビちゃんも焼いちゃうか。うん、でね、これちょっと皆さんお気づきかと思うんですけど、このアルコールの量ね、日本酒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 、そして梅酒なんですけども、これがですね、ちょっと全てプレゼントしていただいたものです。で、これに関しては今ちょっともう飲んでしまったんですけど、これはですね、僕のお隣のですね、ご夫婦のですね、旦那様からちょっとプレゼントしていただきまして、で一本一本紹介していきましょうか。うん、これは日本酒なんですけど、これわかる？下にこう溜まってるやつ、濁り酒。これね、発泡なの。ほら、お、シューだって。そうそうそう、要は炭酸みたいなやつってこと。ほら、すごいでしょ。うん、ね、これもまあ飲んでしまったんですけど、ちょっとね、改めてちょっと紹介します。これは結びっていうやつかな。発芽玄米酒だって。発芽玄米酒の結びです。発芽玄米酒の結び、これからじゃあちょっといただいていきましょう。うん、なんかね、ほんとね、普通の日本酒よりもよりお米って感じかな。うーん、甘いんだ。みんなわかんないかな。あ、てかね、より多分その甘酒っぽい匂いがする。匂いだけ嗅いでみな。ね、うん、うん、本当だ、お米って感じ。今日はね、ちょっとうちの奥さんハイボール飲んでるんで、あれなんですけど、うん、うまっ、うまっ、うまお。こちらはですね、あ、これはあれだよね、先ほどのカキちゃん。お、すごい、えらいね、きれい。あ、わかる。あ、本当だ。なんだろう、ね、これはですね、先ほどちょっと動画でご紹介した牡蠣をプレゼントしていただいた方がですね、これも送っていただいたんですけど、これは北海道のお酒みたい、北海道根室市のお酒で、絞りたて清酒、北の、これなんて読むんだろう、北の勝、北の勝って読むんですかね、これ。北の勝、北の勝、なんだろう。でもこれは、そう、生酒だからお早めに召し上がってくださいということで、これが結構やっぱ貴重で、地元でしかも結構売られてないんだって。この日本酒大好きな僕がすごいね、なんか中がすごいさ、キラキラしてる。すごいよね。すごい。いただいちゃいます。どうぞ。よろしいですか。どうぞ。いただきます。あ、すげえ。これはね、すごいね、いいね。なんで？いや、俺結構さ、辛口好きで、日本酒がね。だけどさ、辛口って言ってるけど、あんま辛口じゃないやつもあるの。うんうん、これね、完全辛口。完全辛口、美味しい。
うん、うまい、うまい。これが12度で、これが18度だから、ちょっとね、まあ、辛口なのと、あとガツンとくるね。これ16度、これ16度でしょ、これは15度。うん、おいしい、おいしい。あっ、うん、おいしいよね。うん、すごいね。うん、おいしい、うまい、おいしいです、ありがとうございます。牡蠣といいね。牡蠣と食べたら、あ、牡蠣と飲んだらおいしい。そうだ ね、まだありますか。うん、はい、うん、美味しいです。続きまして何、うん、続きましていいじゃんですね。何がいいの。いいな、やこ。これはですね、熊の、え、なんて言うんだろう、あ、熊の那智の滝。あ、那智の滝ってことは分かるの。那智の滝っていう日本酒ですね。はい、米麹、はい、純米酒。はっ、あ、こちらはね、こちらはね、爽やかな感じだね。うん、あの、なんだろう、あの、アルコールが 15% だから、そこまで食っては来ない、来ないんだけど、でもめちゃくちゃ飲みやすくて美味しい。うん、美味しい、美味しいです、ありがとうございます。これ美味しい。この豚軟骨に関してはさ、絶対にさ、この食べ方じゃないとさ、うん、ダメだよね。だね、フライパンとかで焼くとか、フライパンなんかで焼いたらもうNG ですよ。お塩何も振ってないよ。いいよ。うん、うん、美味しい。これはウインナーだな正解じゃない。正解、合ってる、合ってるだよね。これの、このお酒はですね、これも和歌山のお酒です。これは全部ね、地元の和歌山の方の送っていただいたやつなんで、和歌山のお酒です。でこれはですね、吟醸酒熊野三山なのかな。これ食べてた、うん、熊野三山です。いいんですか、これ。おそらく熊野三山と僕は読んじゃいました。カイ君ないの。うん、振り仮名振ってないだろう、さすがに。でもこれ辛口って書いてある。うん、うん、これもいただきましょう。僕全然あの常温とかでも全然いけちゃう口なんでね。うん、あんまね、いっぱいいっぱいここまで行っちゃうとね、なかなかのペースだから、うん、そうだと思う。お片付けできなくなっちゃうんで。はい、じゃあ熊野三山吟醸酒、こちらもいただきましょう。うん、いい匂い。うん、あー、はいはいはい、やっぱね、こっちより辛口だね。うん、うん、うん、こっちより辛口、うん、そして美味しい。なんだろう、でも辛口なんだけど、アルコールで言ったらこっちの方がきつく感じたかな。へえ、うん、そうなんだ、うん、でもね、美味しい、うん、めっちゃ幸せじゃん、これ、ね、こんないっぱいね。これ毎晩出してくれるんでしょ、こうやって自分で出してください。毎晩あの晩酌の時にこのセットが出てくるんでしょ。自分の好みで自分で出してください。いやいやいや、なんか聞き酒みたいな感じでさ、毎晩さ、毎日聞き酒する意味ないでしょ、絶対。そうなの。これがこういうタイミングで飲みたいっていう時に飲めばいいじゃん。なんだったらね、まだ出してないやつが、まあ自分で買ったやつだもんね、うん、隠れてんだよね、うん、ロックでさ、うん、愛が全てさ、ロックじゃないよ。どういうこと。
これはですね、本格梅酒と備長炭熟成だって仕込みタンクの中で備長炭とともにじっくり熟成させた芳醇な梅酒です、うん、梅酒も好きなんですよ、僕ね。ちゃんとね、だってロッキーしてね、ストレート冷たくしてストレートまたは水割りオンザロックでお飲みください。これはオンザロッキーでしょ、うん、まずね、ちゃんとね、もうわかるでしょ、梅の匂いする。そうです。そうだよ。じゃね。おい。君。おい。だからいいってば。おい。分かった。俺の場合5時10分になっちゃうからね、後藤だからね。そうだね。うん、うまっ。あ、これ好きだな。うんまっ。今日はですね、まあ、こんな感じで。またちょっとバーベキュー動画をちょっとお送りさせていただいたんですけども、うん、ね、うん、ね、結構やっぱこう最近アロたちが出てくる動画も少ないなっていうのは自分でも分かってるんですよ、うん、ね、うん、まあそれも本当に分かってるんですけど、まあ、でもなんか結構難しいんだよね、うん、ちょっと難しいところもあるんですよ、その辺のことは、まあ、でもね、やっぱりうちのワンちゃんたちっていうのも皆様に、ね、お届けしたいなっていうこともありますので、うん、今後もちょっと楽しみにしててください、できる範囲でね、うんうん、なので、まあ、今日はこの辺でね、うん、まあ、ちょっとあとはゆっくり焼きながら行って、うん、行ってやろうかなと思っております。ではでは、ということでありがとうございます。おとどとチャンネルでした。皆様高評価登録よろしくお願いします。お願いします。さようなら。